皆さんこんにちは。 YouTube 番組山田理科のリポリカ、理科室の理科先生こと山田理科です。今日もよろしくお願いします。さあ今日私は生ハムが食べたくて、生ハムを使ったおつまみをご紹介していこうと思います。名付けてタコとクリームチーズの生ハム巻きです。もう本当に間違いなしのおつまみです。では早速切って巻いていきます。では切って巻いていきます。まずタコを切ります。これかな、ちょっと気持ちいい分厚めの方がタコの味がね出てくるので、ちょっと太めに切ってください。タコはね二日酔いに効くんですよ。あとタウリンとかそういったものもね入ってて、なかなかのこれまたすごい食材なんですが、クリームチーズ1個を5等分にします。クリームチーズね、いつも私切るの失敗するんですけど、みんなこれ包丁にこうやってつくんですよ。みんなどうやって綺麗に切ってるんだろうと思いながら切ってます。結構なやばさ。ボロボロになっちゃった、やばい。まあ、いっか、中に入れば一緒だもんね。よし。そう、タコってタコの話に戻るんですけど、美肌とかアンチエイジングも聞くんですけど、タンパク質が入ってて、みんなささみでタンパク質取るじゃないですか。なんですけど、タコでも取れちゃうんですよ。で、この生ハムにまずタコを乗せて、クリームチーズ乗せて、あとはまあ巻いていくんですけど、まあこれ別に全然みんなの好きな感じでいいんですけど、私はなんか赤ちゃん巻くみたいなこんな感じでちょっと巻いていこうかなって思います。生ハムもね、これみんな生ハムと普通のハムの違いってご存知ですか？このまずハムは豚のもも肉をボイルしたもので、生ハムは豚のもも肉を熟成させたものなんですね。すごい可愛い。で、この生ハムすごい塩分じゃないですか。お酒がね進む味になっているんだなって思うんですけど、この生ハムの塩分の理由は、最初にまず塩漬けをするんですよ。なので塩分がねすごい高いだそうです。あとそこから乾燥させて熟成をさせていって生ハムができるんです。いやー、本当に生ハムこれだけで食べるのも美味しいけど、ちょっとこうやってねアレンジすることでより美味しくなります。めちゃくちゃ簡単、本当に切って巻くだけなんでね、5分でパパッとできちゃいます。まあこれもあれかな、ワインかな。よし、完成。お、できました。完成しました。タコとクリームチーズの生ハム巻きです。さあ出来上がりました。じゃん、タコとクリームチーズの生ハム巻きです。なんか色がこの桜っぽいので、ちょっと桜っぽく花びらみたいに置いてみました。さあ
やっぱり生ハム、クリームチーズ、タコときたらワインでしょうと思って、今日は赤ワインでみんなと乾杯したいです。さあ皆さん、お手元に、まあ、お酒飲める方はお酒を準備していただいて、お酒飲めないっていう方はソフトドリンクでも結構なので、皆さんお手元にご準備をお願いします。では乾杯しましょう。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。美味しそう。おー、デリシャス。さあ、この生ハムタコとクリームチーズも最強なんですよ。本当にもう、いただきます。早速。ハムとクリームチーズは裏切らない、あとこれだけでも美味しいんですけど、あのね、オリーブオイルをかけてもこれ美味しいんじゃないかなと思って、ちょっと1個オリーブオイルかけてみます。ではオリーブオイルだけいただきます。最強です。最強。クリームチーズが結構濃厚なんですよね。なのでほんと少なめでよくて、で生ハムも塩気が結構強いので、タコをやっぱりちょっと気持ち大きく切ってもらった方がタコの味が出てくるのでいいなって思います。タコ小さく切ると、なんだろう、食感だけっていう感じになっちゃうんで、ぜひ皆さんタコ大きめで切ってみてください。美味しい。さあ皆さん、最近どんな出来事がありましたか？私はね、最近だとちょっと宣伝みたいな感じになってしまうんですけれど、今愛知県阿摩郡蟹江町にある FM ななみというコミュニティのラジオ局があるんですけれども、そこのラジオのパーソナリティのオーディションを受けさせていただいてて、最終審査に突入しまして今受けています。で4月は17日土曜日の11時から12時で一人で担当させていただいて放送したんですけれども、次6月12日土曜日の10時から12時、午前10時から12時で一人で2時間担当させていただきます。でここでこの最終審査で合格したら、なんと7月の、土曜日ですね、7月の土曜日から毎週、私がというか、そのオーディションで受かった方が担当できるっていう番組が持てるっていう感じなんですね。番組名がサタデーライブっていう番組名なんですけれども、今7月からのこのね、お仕事いただけるために一生懸命頑張っています。なので皆さん、次はおそらく6月12日に
聞けると思うんですけれども、ぜひ聞いていただいて、メッセージだったり曲のリクエストお待ちしてます。いや、みんなでね、楽しい番組作っていきたいなって思ってます。なんかわちゃわちゃバイバイしたいなって思ってるので、ぜひ聞いてください。以上、理科室の理科先生こと山田理科がお送りしました。この番組を見てくださったそこのあなた、ぜひチャンネル登録いいねお願いします。ではまた来週のリポリカでお会いしましょう。バイバーイ。